んにちは、ウォッチ買取応援団です。ブランド時計を購入または売却する際気になる相場情報、本日2019年6月7日はロレックス GMT マスター2の現行モデルおよび直近まで現行だった旧モデル3機種について見ていきたいと思います。 GMT マスター2の買取価格そして販売価格の情報は前回3月にお送りしましたが、そこから直近の値動きどうなっているのか見ていきたいと思います。よろしければチャンネル登録そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまずは1本目、116710LN ブラックですね。2007年に発売され、今年2019年に思わぬ生産終了が発表されたブラックベゼルのモデルです。販売価格の方から見ていきましょう。前回お届けしたのは廃盤の発表直前でした。ご覧の通り廃盤のタイミングから分かりやすく急角度で上昇しています。現在は最安値で161万円、平均では約167万円と直近3ヶ月で50万円近く値上がりしていることが分かります。そしてこちらは弊社独自調査の買取価格推移グラフです。オレンジのラインが最高価格、青が最安価格、グレーが中点です。時間軸が整っていない点ご了承ください。ご覧の通りこちらも直近の値上がりがすごいです。廃盤になったことで駆け込み需要から新品価格が上昇、さらにユーズド備品も上昇、結果買取価格の最高値も更新という流れになっています。相変わらず個体差による価格には開きがありますが、現在の買取価格は中点値でも120万円にまで達してしまいました。これは3年前と比較するとちょうど2倍の価格になります。続いて青黒ツートン 116710BLNR、 こちらも今年2019年に廃盤になった旧モデルです。販売価格の方から見ていきましょう。価格コムの新品実勢価格推移グラフです。前回お届けしたタイミングですでに廃盤の噂があったため値上がりしている状態でしたが、廃盤発表後にもう一山上昇しています。現在の平均価格は約200万円です。先ほどのブラックとの違いは同じカラーでニューモデルが出ているということなので、ニューモデルの方の相場状況次第で今後さらに上がるのかまたは下降に転じるのかが決まります。引き続き要観察ですね。続いてこちらは弊社独自調査の買取価格推移グラフです。買取価格の上限値は過去最高水準の180万円となっています。通常仕様の中古品、グラフの青いラインの方ですね、最安の買取価格の方もしっかり上昇している点、今のところは個体の状態問わず需要が増していることが読み取れます。とはいえ最高と最安では約80万円の差がありますので、売る際には複数のお店で相見積もりを取ることをお勧めします。ちなみに今年発売になったニューモデルの方ですが、わずかですが早速日本でも販売がスタートされました。価格コムで見てみると銀座らしんさんと福岡のグリュックさんに在庫があるみたいですね。もう売れてしまっているかもしれませんが、気になる方は問い合わせてみてください。では続いて2018年に発表された新型ペプシ GMT マスター 216710BLRO の相場見ていきましょう。まずは価格コムより販売価格です。バーゼルで発表されたのは2018年3月、日本に入荷されたのはこのグラフでは7月頃になっていますね。新型あるあるですが、日本入荷時の販売相場は異常なほどに高い傾向があります。これは2016年のデイトナの時もそうでしたし、2017年のシードウェラーの時もそうでした。そこから一旦下がっているものの、ここ3ヶ月でまた上昇に転じ、現在の平均価格は240万円に迫っています。入荷数がある程度増えて価格が安定、一時的に安くなったことで今度は需要が増えて上昇という動きですね。続いて買取価格、こちらは今回初調査となるのでグラフではなく表でお見せいたします。調査日は2019年5月31日です。新品未使用品につけられる最高買取価格は215万円と販売価格の最安値とほぼ変わらない数字でした。発売してわずか1年なのでまだそこまで個体差があるようには思えませんが、最安値の方はぐっと下がって129万8000円となっています。時計の使用状況よりも保証書や箱、余りごまの有無でも大きな価格差が生じていそうですね。さらに細かいことを言えば、保証書に名前が記載されていたり保護シールが剥がれていたりすると新品扱いではなくなってしまうため、
現実的なのはやはり中天地の172万4000円前後かと思います。というわけで GMT マスター23モデルの買取および販売相場について2019年6月までの動きお届けしました。価格の特徴としては廃盤になった先の2つは廃盤後に分かりやすく大きく値上がり、それまでは比較的買いやすい価格帯にとどまっていたブラックまでもが160万円を超える高額モデルになってしまいました。6桁型番になってからのツートンベゼルはもはや200万円以上出さないと買えないという雲上ブランド並みの価格になっています。持っている方にとってはどんどん値上がりしているわけですから嬉しい結果ですよね。ただあまり値段に惑わされず、ぜひ時計本来の価値を忘れずにロレックスを楽しんでいただけたら嬉しいとも思っております。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。